こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さて、先日はアマゾンの1年でも最大規模のセール、アマゾンプライムデイセールとその先行セールが開催されましたね。今回もセール配信かなり盛り上がってましたね。ですね。いつもご参加くださる皆様本当にありがとうございます。で、今回の動画はセール後の恒例行事的な感じではありますが、毎度おなじみ私のセール購入物紹介をやっていきたいと思います。今回は大きいものを割と買ったんで、今年の中だとセールで一番お金を使いましたね。確かに大きい金額のガジェットもかなり安くなってたみたいですもんね。まあいつも通りダラダラと買ったものをお見せしていく内容ではございますが、作業用動画感覚でお楽しみいただけたらと思いますってことで、早速最初の購入物から紹介していこうと思います。一つ目は封筒みたいな感じのやつですね。まずはこれから開けていきましょう。最初の商品は Amazon Basic、Amazon ブランドの製品で、トルクスドライバーですね。結構評価もいい感じだったので買ってみました。一瞬こんな細いの何頼んだっけと思ったんですけど、Amazon Basic のマグネティックラチェットスクリュードライバーってことで、ラチェットドライバーですね。こういうパッケージなんだ。Amazon Basic で、割とビット数がたくさんついてるのを見つけたんで、今回それ買ってみたんですよね。あ、結構かっこいいじゃん。ラチェットドライバーなんで、閉めるとか開けるの時に、ここで。こんな感じで、開け閉めができるってやつですね。で、ビットは多分ここに入ってんのかな。あ、かっこいいじゃん、これ。これ結構かっこいいじゃん。ということで、このビットがシュッと出てくる機構だけで儲かってよかったなと感じてしまう単純人間ですが、これ1000円ちょいにしては良さげ。あとは、Amazon プライベートブランド品は、こういうセールでも安くなりやすいから狙い目ですよね。ですな。しかも Amazon プライベートブランドって見ていくと日常使いたいものが大体揃うんで、セールで一気に揃えちゃうのも手ですよね。では次。次はデカめの袋みたいな梱包で届いたやつですね。で、これは私が今回のセール期間中に、大きく2つ目標を定めておりまして、それというのが、最近配信の頻度が増えてきたんで、マイク環境を良いのにしたい。っていうのと、ナスを新しくしたいってことなんですよ。あれ、投稿者さん、もう、すでに、家にナスはあるんじゃないですか？そうなんだけど、HDD もだいぶ年数が経ったんで、そろそろ HDD を変えるか、いっそナス本体ごと変えるかって考えてたんですよね。あ、それででかい袋の中身1個目は、これは4度目くらいのリピートになりますが、精密ドライバーセットですね。いつも動画で使ってるの。まあ、定期的に、ここのね、ゴム素材が剥がれたりもしてくるんで、割と1年に1回か2回ぐらい新しくしてる感じですね。これは、まあ、予備として取っといて、もうちょいしたら交換しようかなと思います。これ、そんなに高級なドライバーセットじゃないんで、割と消耗品感覚で使ってってます。長く使うとビットが欠けたり、持ち手のゴムがダメになったりしてきます。で、次の製品が私の今回の2つのテーマの1個目、マイク環境の見直しに使う機材で、マイクアームですね。ファイファインさんの製品を今回買いました。お、アームごと買える感じなんですね。今まで使ってたやつが1000円ちょいくらいの安物なんだけど、位置がバシッと決まらないんで若干ストレスだったんですよね。一応中身を見ていますが、これはマイクと合わせて別でマイク環境を作る動画をやろうかなと思っております。で、今の箱の中にもう一個入ってたのに気がつかないで、これは後で録画を回し直してますが、GoPro に使うためのケースも買ってました。スモールリブさんから出てる製品で、私秋葉散策の撮影で結構 GoPro を持ち歩くんですが、裸だと本体をぶつけたりして怖いんで、周囲だけでも囲っておけるケースってことでこれを買ってみました。全体を覆うケースだとマイクが音を拾わなくなっちゃうんだよね。これは今後秋葉散策でガンガン使っていこうと思いますってことで、次。次は先ほど話していたマイクの本体ですね。で、実は今回セール開始以前から、何度かセールに備える配信っていうのを開催してまして。その中で、私が以前から知っていたものと、リスナーさんたちから実際に使って良かったものなど候補をもらい、この中でマイクを決めようリストってのを作っておりました。これが集合値か。で、ここからはちょっとマイクの輪に踏み込んで雑談をしてしまうんですが、で、簡単に私のマイクのニーズとしては、
まず卓上にオーディオインターフェースを設置したくないんで、USB 接続タイプのマイクであること。あとは、私が使っていたのがマランチというメーカーの MPM2000U というマイクだったんですが、それよりも上のグレードを狙いたいこと。ただ、予算も無制限ではないので、1万円中盤までの価格で、セールで安く買えたらラッキーって感じで考えてたって感じすね。結構欲張りニーズ。で、最終的に候補は2つまで絞れてまして。1つ目がこれはかなり定番のマイクらしいのですが、オーテクの AT2020USB-X というマイク。これにするか。もう一つが私がリストの中で実際に YouTube などで使用レビューを見た中で、音が好みだったベイヤーダイナミックさんの FOX Pro というマイク。おお、まさかのどっちもほぼ同じ価格。で、最初は AT2020 の方を買おうかと待機してたんですが、まあ配信を見てくださってた方にはわかる通り、セール開始直後購入レースに負けまして。まあ、その後在庫復活とかもしたんだけど、これはベイヤーさんのマイクを買うきっかけかなということで、最終的にはベイヤーさんのマイクを買いました。なるほど。なかなかに熾烈な背景事情があるんですね。ちなみに購入は Amazon だとあまり安くなかったので、最安値で販売していた音響機材大手のサウンドハウスさんで買いました。ちなみに、マイク性能を一旦置いておいたとして、AT2020 との違いとしてポップガードがこっちは付属しているという点があります。なるほど。AT2020 を選んだ場合は、3000円でポップガードも買う必要がある感じなんですね。と言ってもまあ純正以外も使えるでしょうし、どこまでこだわるか、という部分でもありますけどね。ということで今回の大目標であったマイクはこの2つで環境を作ろうと思います。別動画で取り扱う予定ですのでお楽しみに。では次。次は封筒っぽいタイプのやつですね。これの中身ですが、私個人的には今回のセールで割と目玉級に安かったと思ってるんですが、1ポートのみのタイプではありますが、アンカーさんから販売されている USB PD100W タイプの充電器がなんと3000円弱で売ってたんですよね。おお、100W タイプだと思うと、かなりお得感がありますね。私はこれをこの前買ったゲーミングのパソ用にしようかなと思っておりますので、1ポートのみの出力で十分だったので即ポチしておきました。ちなみにさすがは有名メーカーアンカーさんだけあって、本体の質感や、付属してきたケーブルはかなりデザインも合わせていい感じでした。100W 出力にしては、結構小型に見えますね。そうなんですよね。1ポートタイプだからか、手持ちの同じ 100W 充電器の中ではかなり小型の部類に入ると思います。まあ、当然 65W 充電器よりは大きいけどね。では次。次は結構大きめの Amazon 箱ですね。しかもめっちゃ重いんで、多分結構な数の商品がこれに詰められてる感じがします。ではオープン。お、確かに、かなりたくさん入ってますね。ではこのバラエティボックスの中身の紹介ですが、まず1個目。前のセールでクリエイティブさんの激安ワイヤレスイヤホンを買ったんですが、今回は1個グレードを上げて、セールで3000円台になっていたこちらのゼンエアー2というのを購入してみました。以前のはインナーイヤー型でしたがこれはカナル型。これは開封までしているのでこの箱の紹介が終わったら中身もお見せしますね。で次、これは趣味で買ったんですがカードを飾るアクリルスタンド？ケース？トレカのカードを展示するのに使う予定。では次、これはセール配信中に視聴者さんとそばの話をしていたら無性に食べたくなってしまい、ちょうどセールしていた中にあったので購入した10割そば。うまそう。そば湯まで楽しみたいですね。配信でも言いましたがそばは圧倒的に10割が好き。では次。まあ、この箱の残りスペース全部同じ商品なんですが、N 回目のリピート購入と同時に大量購入。エレコムの雷ガード付きコンセントタップ。すごい量買ってますね。5個同じのを買ったんですか？そうです。これは気休めだと言われることもありますが、一応実質のタップは全て雷ガードが付いているこれを利用しています。PC、NAS など壊れては困るものをたくさん接続しているので、心の保険ですね。ただ、この前の配信で雷ガードタップで故障が防げたって人がいたんですよね。まあ、若干の割高価格を払う代わりに、心の安心と、万が一の時の助かるかもしれないという可能性を買ってるわけですね。まさに保険という言葉がそのまま当てはまるような状況です。では、ここで一旦さっきのイヤホンの開封。これはそもそも大手であり老舗のクリエイティブさんの製品なので、製品の品質などは特に心配してないんですが、前回の2000円弱のイヤホンがめっちゃ良かったんで、今回も私好みの音作りの傾向だといいなぁと思ってる感じですね。
ちなみに、お手頃価格の製品ではありますがノイキャン搭載。ノイズキャンセリングモードと外音取り込みモードを切り替えて使えるんで、ちょっとした耳栓としても使える感じっすね。おお、ノイキャンあるのはいいですね。で、本体の質感はお値段考えるとかなり良い方だと思います。マットな感じで全体的に作りも悪くない感じ。デザインはかっこいい。うん、ケース結構かっこいいですね。なんか、ここにスリットが入ってて、開けやすくなってる感じかな。もちろん充電はタイプ C ですね。ここでバッテリーチェックができるのかな。あとはイヤーピースに関しては最初から本体についているのとは別に2セット付属してました。多分大と小ですね。これイヤーピース中がもともとついてるのかな。私結構ね耳でかいんで毎回一番でっかいのつけてるんですけど、そうだね、ちょうど真ん中ぐらいの大きさのが最初からついてる感じですね。使用するときは本体を絶縁していたテープを外します。では実際に数分間音楽を聴いた後の感想ですが、価格からしたらかなり音はいいと思います。さすがクリエイティブさんですね。まあ、前回の全英アドットとかもそうだったんですけど、これもね3000円とは思えないですね。まあ当然ね、有線の3000円ぐらいのイヤホンだと E3000 っていうファイナルのイヤホンがあって、まあそれに比べると E3000 の方がいいかなっていう感じなんだけど、無線であることとかも考えると、まあ3000円とはとても思えない音ではあると思います。結構いいと思う。まあセールで狙うにしては結構いいと思いますね。ということで動画を編集するまでの数日使った感想も含めてですが、今話した通り、音はさすがクリエイティブさんという感じで、お値段にしてはかなりいい感じ。あとは、この価格で割と聞くノイキャンを搭載しているので、うるさい場所や電車内などで耳栓代わりに利用するのもいいかと思います。ただ、最近のハイエンド機種にあるような LDAC などのコーデックには非対応。まあ、私には十分ですが AAC 対応ですね。Bluetooth の接続速度もまあ普通。お値段考えれば、コストパフォーマンスという面では結構良さそうですね。狙うならセールで買いたいイヤホンという感じですな。では次。次は割とコンパクトなAmazon箱に入った製品。ただこれもかなりずしっとしてるんですよ。これは中身は大体予想がつくんですが、最初にお話ししていた今回の私のセールの目的の2つ目、NAS の整備。それで利用しようと思っている HDD ニツですね。今回はセールで結構安くなっていたので 8TB を買いました。お、結構大きいのを買いましたね。で、どうせなら今回セールで安くなってるNASキット本体も買おうかな、と思ったんですが、今回のセールで各社入門モデルのNASキットが全然安くなってなかったんですよね。まあ、一応我が家では現役で動いてるこの動画にしたNASキットがあるので、今回は中身の HDD を入れ替えて使い続ける方針でいこうかと思います。まあ HDD を変えれば実質新品みたいなものですからね。このNASキットは好きな OS を入れられるので、フリーのNAS用 OS を入れて今回は構築しようかなと。一応動画にはする予定ではあります。では次。これは部屋のメタルラックに設置しようと思ってるんですが、LED 照明ですね。これは前々から欲しかったのでこの機械に購入。2個セット。組み立てなども非常に簡単で、本体にコンセントに変換するケーブルをつなぎ、あとはコンセントに挿してスイッチを入れればすぐに使える感じです。一応、電気工事に自信がある方以外はやらない方がいいかと思いますが、この LED ライト自体を付属ケーブルで配線すると1スイッチで2個制御も可能です。あ、これ自分で配線組み立てるタイプなんだ。まあ、普通にコンセント式の LED ライトで使いたい場合は、ついてきたこれを、ここに挿して、一応 PSE マークついてますね。で、これをコンセントに挿すだけで使えるのかな？これでつくかな？これでつくかな？あ、つきますね。まあ、これで使っちゃおうかなと思います。で、一応これに連動させるのが、この延長っぽいケーブルがついてきてて、こことここを相互につなげば、一応一つのスイッチで2個が連動してっていうのもできるっぽいんですけど、今回私メタルラックの棚を4列目3列目みたいな感じでこう照らしたくて2個買ったんで、まあちょっとこれは別々でコンセントで直で使おうかなと思います。ということで、まあ普通のコンセント式の LED ライトって感じで使おうかなと。2個セットで3000円くらいなんで、お値段はお手頃でいい感じ。では次。でまあ購入物はこれが最後なんですが、もう毎度恒例みたいになってしまいましたが、いつもの炭酸水を購入。ああ、またこれ買ったんですね。セールの度に買い足してますよね。しかも今回4箱も買ってしまいました。業者かな。最近本当に好きがあれば飲みたくなってしまうんですよね。
特に夏なんで、炭酸がうまいんでついついサクサク飲んじゃうんでいっぱい買っておきました。まとめ買いしてしまいました。しかもね、今回は過去最高の4箱まとめ買いしてしまいましたね。結構ね、マジでこれ家にあるとね、1日1本2本、もう2、3本は平気で飲んじゃうかなって感じのペースなんで、もう4箱ぐらいでかいセールでまとめ買いした方が、いっそコスパいいなと思って、もう今回はね、収納スペースギリギリなんですけど、4箱まとめ買いさせていただきました。いや、マジこれ超美味しいんで、飲んだことない方はね、一回コンビニとかでも売ってるんで、おすすめですね。で、美味しかったらアマゾンのセールだと80円ぐらいになるのかな。で売ってるんで、まあそこでまとめ買いすると結構お得かなという感じですね。じゃあ最後にこれいただいて今日の動画を終わろうと思います。いただきます。めっちゃ美味しいです。やっぱ夏は炭酸に限りますね。もう暑くなってきたんでキンキンに冷やして氷を入れて飲むのが最近の飲み方ですね。ああ、最高っす。ということで最後は定番の商品になりましたが、今回のセール買い物報告動画は以上になります。ちなみに、実は大きいものがもう一つあって、ここに Amazon Basic の新製品、ディスプレイを一緒に買ってあるんですよね。この商品、価格に対して超極薄ベゼルだってことで結構話題だったやつなんですよね。まあ、実際どのくらい使えるのかを試そうということで今回セールにて買ってみた感じ。確かに、かなりベゼルが細いですね。これは今回の机だと大きくて開封が大変だったんで、このまま別動画にて開封する感じにしようかなと思っておりますってことで。一旦今回のセール買い物報告はこの辺で終わらせていただきます。また随時動画にしてきますので、もしよければそちらもよろしくお願いいたしますってことで。今回の動画はこの辺で。カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。ではまた。次回の動画でお会いしましょう。それでは。